津山城の古写真ありし日の津山城の海画建設中の備中柳楽津山城は、三正国とまた群津山、現、岡山県津山市山下にあった、日本の城、別名、鶴仙城。城石は、国の史跡に指定されている。城郭の形式は、はしご式平山城。日本三大平山城の一つ。津山盆地の中央部に位置し、 城の東部を流れる吉井川支流の宮川及び、丘陵の天然の断崖を防御線に取り入れている。城の南部を流れる吉井川とその支流で西部に、位置する田川を外角とし、その内側に、城下町の主要部を形成している。王子は外角を含めて、広島城の76棟、姫路城61棟をしのぐ77棟の矢倉が立ち並び、 明治諸島にその様子を撮影した写真が残されている。また、近隣の津山郷土博物館には、文献や古写真に基づいて制作された津山城の復元模型があり、王子の姿を伺うことができる。明治6年の廃城令により、天守、矢倉などの建物が破却され、現在は、遺構の石垣や建物の礎石が残り、2002年から2006年までに、 再建された二重矢倉と土塀がある。現在は、鶴仙公園として、桜の名所となっており、日本桜名所百選にも選ばれている。例年4月1日から15日には、上席公園を中心に、津山桜祭りが催される。天守は破風を持たないよい5階地下1階の相当型天守で、南側に6番門を付属させる、複合式平面の天守であるが、天守へは、 東側の穴倉入り口から出入りする構造であった。天守台の高さは約3軒。穴倉の高さは11尺五寸。天守建物の全高は約23メートル。平面規模は初茂、張間10軒、下行雪11軒であった。初茂の壁面の四隅には袴型の石落としをつけ、各館四韻までに鉄砲狭間と矢狭間を開けた。最上階は明治期の写真では、 戸板に覆われている様子が映されており、その境の余恵は最上階とほぼ同規模に作られていることが寸法からも伺われることであるが、創建当初は外巡る縁に降乱を回らせていた。余恵の屋根は板吹きで、抜きでも浅く作られていた。これは言い伝えによると幕府からの戸がを避けるためという。一方、国立公文書館に所蔵されている、商法上絵図の 三雅顧国津山城絵図では、天守の傍らに、天守五十高十一軒と、中期がある。右、津山城の、約140年前の河原伝承。編集津山城の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成主要部の、ステレオ写真はこちら城跡は、鶴仙公園として整備されている。入園は有料。天守台から望む津山市街漢文元年から、 元独十一年までは、戸間ら軍を称した。津山近茶井観光ネット、津山城から今昔 ABCD 西が、谷康弘監修学習研究者編、歴史群像デラックス版一復元、名城天守学習研究者1996年、国立公文書館デジタルアーカイブス、三井正加国津山城へ津,津山城、築城400年記念事業、平井清監修。 白九州沖縄八カもゆる強者どもの白毎日、新聞社1九十六年、み蘇る津山城中の広島大学名誉教授、鈴木光氏のコメントによる津山共同博物館、学芸員が作った津山城の本津山朝日新聞社印刷部二千十五年、三正加国建国1三百年記念事業、津山城の模擬天守閣完成以降再び、現地で、披露式典。 ありがとうございます。